ういうわけでこちらに伺った次第ですの。なるほど、お話はよくわかりました。なに、このホームズにお任せください。よろしくお願いしますわ、ワトソンさん。違いますよ、私がホームズです。まあそんなはずはありませんわ、ワトソンさん。いいえ奥さん、私がホームズなんです。まさかワトソンさんのはずですわ。からかってらっしゃるのね、ワトソンさん。いいですか奥さん、私が正真正銘の名探偵シャーロック・ホームズです。ワトソンではありません。いいえ、あなたはやっぱりワトソンさんですわ。違う、私はホームズだ、ワトソンなんかじゃない。何言ってんのお兄ちゃん。はるみ、お兄ちゃんはワトソンでしょ。ホームズ、いらっしゃい。いやだ、違う、俺だ、俺がホームズなんだ。ホームズ、どうも変な夢だと思ったらお前が乗ってたせいだな。もう少し寝かせてくれよ。今度は俺がホームズ役の夢を見てやるんだからな。ああ、なんだよ。そうか、今日は晴美の芝居の日だったな。しょうがない、起きるか。お兄ちゃん、大女優片山晴美の演技もいよいよ今日が見納め。見逃したら一生後悔するわよ。計画性のないお兄ちゃんのために絶対確実のスケジュールを作っておいたので、本日はこのスケジュール通りに行動すること。あいつだんだんお袋に似てくんな。わかったよ、急げばいいんだろ、ホームズ先生。片山さん、迎えに来ました。お、石津のやつ。よう、なんだ、迎えに来てくれたのか。あ、まだそんな格好してんですか。今日は晴美さんのスケジュール通りにしてください。何、あいつお前にもスケジュール表。急いでくださいよ、片山さんのおかげでこっちのスケジュールまで狂っちゃうんですから。晴美のやつ、俺を全然信用してないな。早めにデカ部屋に行って印象を良くしとかないと早退できませんよ。あ、こら、おい、パジャマ、パジャマがまだ。わかった、わかったから離せ、今すぐ着替えるから。なんだと。片山、お前は刑事だ。は、そのつもりですが。刑事が芝居を見るために早退するなんて前例はないな。なあ、南田さん。聞いたこともないね。聞いたか、そういうことだ片山。はあ、しかし妹がどうしても見に来てくれって言うもんですから。なに、晴美ちゃんが芝居に。やっぱりダメですか。うん、まあ今日に限って珍しく早めに出てきているし、その努力は認めよう。じゃあいいんですね。で、チケットはまだあるのか。2枚だぞ。はあ、私を呼ぶのはクリスティーヌ。
兄様。許せクリス。身も知らぬ男にお前を渡すぐらいならこの手でお前を殺して私も死ぬのだ。あ、お兄様、私が愛したのはあなただけ。落ち着け、落ち着け。あの野郎は、これは芝居なんだぞ、頭を冷やせ。たとえ芝居だって、ハルミさんを刺すなんて許せない。ブラボー、ハルミさん、いいぞ、ハルミさん、日本一。勝手にしろよな、ホームズ。あの宇田川って人気あるんだな。さっき晴美さんを刺した野郎ですよ。どうだった、ホームズ、私の演技。まあ、ホームズったら。晴美、疲れたろ。晴美さん、どうぞ。ああ、嬉しい、ありがとう、石津さん。お兄ちゃんの感想は？いや、うるさい客が隣にいてな。お芝居にうるさい客？いや、単にうるさいだけのやつさ。はるみさん。あ、ゆかりさん。お疲れ様。とってもよかったわ、はるみさん。ありがとうございます。あ、兄です。お兄ちゃん、今日の舞台を演出した矢坂ゆかりさんよ。あ、どうも。妹さん、素晴らしかったですわ。そうでしたでしょうか。そうは思いませんでした。はあ、どうも芝居は小学校の学芸会以来苦手でして。それは残念だわ。今度はお兄様にも出ていただきたかったのに。あ、とんでもない。パーティーにはいらっしゃるんでしょ。すみません、うちわだけのパーティーなのに。あの私もいいでしょうか。ええ、どうぞ、はるみさんのお友達なら大歓迎ですわ。ゆかり、何をしている。兄だわ、ごめんなさい。じゃ、また後で。お兄ちゃん、いつまでも赤くなってないでよ。バカ言うな、ハルミ。赤くなんか。乱暴だな。石津さんはまさかあんな運転はしないわよね。もちろんです。さあ、参りましょう。いざパーティー会場へ。お前、パーティー会場って知ってんのか。お任せください。歩くロードマップと言われたこの。ちょっと待って、あと2人来るから。あ、いたいた。はるみー、はるみさん、お待たせ。ほんとよかったわよ、はるみのお芝居。宇田川さんがうまくリードしてくれたからよ。焼けたでしょ、石津さん。ちょっとやめてよ、マコン。刑事さんが恋人なんて素敵ね、はるみさん。そうですか、素敵ですか。え、とっても。いや、手放しで喜んじゃうな。石津さん、ハンドル、ハンドル。その上、お兄さんまで刑事なんて。何か見えます。車に酔いやすいたちなのね、お兄さん。ひょっとして独身？そうなの。誰かもらってくれないかしら。じゃあ誘惑しちゃおうかな。冗談よ、冗談。美奈子は見境がないからね。やめてくれる？そのフレーズ。あ、出てきた。大丈夫？いい加減なんとかしてよ、その女性恐怖症。すまん。さあ行きましょう、晴美さん。ちょっと待った。これが噂のホームズね。名前通り頭の良さそうな顔してる。本当に頭いいんだから。前の二人が何とか事件を解決してきたのはみんなホームズのおかげなのよ。おいおい、日本の警察が猫いかだなんて言いふらさないでくれよ。まったくです、はるみさん。バカ、前見てろ。
お城ね。城だな。わあすごい、あれが八坂さんの家なのね。とにかく行きましょう。あんな城を持ってるなんて、八坂って人はとんでもない金持ちらしいな。私たちみたいな劇団があんな劇場で芝居が打てるのも八坂さんの力ってわけ。よほど芝居が好きなんですね、自分で劇団を持ってるなんて。そうじゃないの、芝居が好きなのは妹のゆかりさんで、お兄さんは仕方なくそれにお金を出してるって感じね。はあ。はあ。どうした、はるみ。今、お城の上に何か。何も見えませんよ。気のせいじゃないの？確かに誰かいたと思うんだけど。僕もお腹が空くとよく幻覚を見ますよ。やだ、石津さんと一緒にしないでよ。なんだ、よく見て、昔の鎧よ。なんだ。悪趣味な演出ね。まったくです。どうしたの、ホームズ。もっと落ち着いて食ったらどうなんだ。料理は腐るほどあるんだぜ。いや、それじゃ腐る前に食わないとな。あ、どうもすいません、ちょっと失礼。浅ましいやつだ、まったく。しょうがないでしょ、ここまで一人で運転してきたんだから。誰かさんの女性恐怖症のせいでね。そう何度も言うなよ。いい歳して情けないんだから。美奈子さんにでも直してもらったら。ね。やめなさい、ゆかり。このような茶番は好きではない。あら、私の演出がお気に召さなくて。ゆかりさん。どうも、こんにちは。楽しんでらしてね、皆さん。失礼だが、あなたは。あ、片山義太郎と申しまして。兄なんです、私の。おお、はるみさんの。それは失礼しました。ゆかりの兄の八坂誠一です。今日は君の演技が一番良かった。あのラストだけは私も満足しています。ありがとうございます。あの、素晴らしいお城ですね。明治時代に西洋かぶれの商人が建てたものらしいんですが、持ち主が転々と変わりましてね、最後に手に入れたのが私の祖父なんです。それにしても見事ですね。外観は良くても中はそれほど住みやすいというわけではありません。実際まだ私の知らない部屋があるんですよ。ここには妹さんと二人きりなんですか。そうです。それが何か。いえ、私もこの晴海と二人暮らしなもので。そうですか、気苦労をお察ししますよ。あ、いや、これは晴海さんに失礼かな。幽霊城主が。幽霊城主は実在の人物よ。そしてまだこの城のどこかにいるかもしれないわ。今日の芝居も実はこの城で本当にあったことなの。妹に道ならぬ恋心を抱いた哀れな城主が思い余った末に妹と共にこの海に飛び込んだのよ。じゃあ
その死んだ上司の幽霊が。やめてよその手の話。そういえばさっき私が見たのは。いい加減にしないかゆかり。飲みすぎたようだな。少し頭を冷やすことだ。もったいない。ローストビーフがこんなに。片山さん、胃でも悪いんですか？食わないなんて。ああ、お前の食いっぷり見てたら胸焼けしてきた。体には気をつけてくださいよ。みんな聞いてくれないか。どうしたの宇田川さん。ハムレットのモノローグでも始めるつもり？実はこの間の舞台をある演劇プロデューサーが見ていてね、その人があれをぜひプロデュースしたいと言ってるんだ。本当なの？もちろんさ。もしそうなったら東京だけじゃなく各地方都市でも公演することになるだろうね。すごいじゃない。私たちも一気にメジャーの仲間入りね。だけど私たちのような無名の演出家と役者で地方でも客が入るかしら。それもそうだな。つまりそのプロデューサーが欲しいのは宇田川くんだけってこと。そうは思いたくないな。もしそうならこの話はなしだ。いけないわ。話を進めるべきよ。そうね、せっかくのチャンスですもの。しかし。いいじゃない、ためらうことないわ。そうだよ宇田川、行けよ。俺たちの代表として頑張ってくれよ。宇田川さんならスターになれるわ。ありがとう、みんな。いや素晴らしい、全く素晴らしい演技だ宇田川君。君は天才かもしれんな。どういうことです？君の言ったプロデューサーは私のところへもその話を持ってきたよ。聞いたよ、もう君は契約したそうじゃないか。じゃあ今のは？ただの猿芝居さ。君らに恨まれんようにわざとこうして感動的シーンを演出してみせたわけだ。では諸君おやすみ。そんなつもりじゃなかった。みんなも分かってるわ宇田川くん、気にしないで。ゆかりさん、俺たちそろそろ帰りますよ。そうだな、もう夜も遅いし。ああしらけたな。俺たちはその他大勢ってことさ。あのゆかりさん、そろそろ私たちも帰らないと。待って、お願い帰らないで。お願い晴美さん、今日は泊まっていってね、お願い。ええ。ああ、美奈子さんですか。どうもすいません、迷っちゃって。お目当ては晴美さんね。え、晴美さんですか。刑事さんのくせに大胆ね。は？私のお目当ては片山さんだったけど、本当はあなたの方がいいの。どこに行く？僕は台所に行きたいんですが。台所？お兄様、お兄様。あ、石津のやつ。あ、どうして、お兄さん。出た。いやあ、こんなお城にカップラーメンがあるなんて思わなかったな。そうね。僕は腹が減ると眠れなくなっちゃうんですよ。美奈子さんに会えてラッキーだったな、本当に。まだ眠るには早いわ。
ごちそうさまでした。じゃあ腹ごしらえも済んだし寝ますか。うん、いいわよ。台所でするなんて初めてだけど。わあ！どうしたの？寝るったってそんな意味じゃ。わかった。はるみさんが怖くなったのね。おやすみなさい。わあ！何よ、育児なし。誰かいるの？何？どうしたの？ホームズが泣いてるみたい。どうしたの、ホームズ？わかったわ。行きましょう、マコ。誰？ハルミか。なんだ、お兄ちゃん。どうした？お前のところにもなんか出たか？なんかって何？あ、いや、いいんだ。ああ、石津の姿が見えないんだよ。石津さんが？おい、ホームズ、石津はどこなんだ？ねえ、ホームズ、教えてよ。面白いわね、ハルミのところって。そうか、石津のことだ、きっと腹をすかして。じゃあキッチンだわ、きっと。そうなの、ホームズ？ハルミ、どうした？大丈夫？もう誰よ、こんなところで寝てるの。ミラト死んでるのか？マコ、シーツお願い。そうか、死んでるか。殺人事件発生よ、しっかりして。お前、死体なんかよく触れるな。刑事の妹だもの、いい加減なれるわよ。刑事の俺は一向になれないよ。首を絞められた跡がある。乱暴された後、絞殺されたらしいな。じゃあ犯人は男？あ、ひどい。美奈子がどうして？石津さんはどこ？ホームズ！どこ行くんだ、ホームズ！とにかく行ってみよう。な。八坂氏の部屋だ。ここに何かあるの、ホームズ？八坂さん、起こしてすみませんが、ちょっとお伺いしたいことが。お前、石津さん。いや、ひどい目に遭いました。お前、ここで何してるんだ？よくわからないんですが、先輩の声で目が覚めたらいつの間にかここに。どうしたんですか？これ、全部人形？八坂さん、すみません、こんなに夜遅く。八坂さん。どうしたの、みんな。お兄様ったら。片山さん、兄を起こしてください。ベッドに寝かせないと。それはできません。現在午前4時で、状況は今話した通りです。
八坂氏は自殺とも他殺とも断定できませんが、美奈子さんに関しては明らかに殺人事件というわけです。おい、犯人をなぜ逮捕しないんだ。犯人はその刑事だろう。石津さんは犯人じゃないわ。もう警察には連絡したのか。いえ、電話は通じません。我々は事実上孤立しています。つまり犯人はこの中にいるということです。とにかくこの嵐が収まるのを待って警察と連絡を取る以外ありません。皆さん、それまで各自の部屋でおとなしくしていてください。どうも。すいません、僕がカップラーメンを食べたばっかりに。とにかくお前は最後に美奈子さんを見ている上に殺された八坂氏の部屋にいた。お前が刑事でなきゃ逮捕しているところだ。やめてよお兄ちゃん、石津さんじゃないってことは分かってるじゃない。ねえホームズ。あ、ホームズ、お前もか。信じてください、決して僕はやましいことはしていません。晴美さんを裏切るぐらいならこの腕の2本や3本切り落とされた方がマシです。お前腕が3本もあるのか。からかわないで。それより犯人を見つけなきゃ。犯人は男なんでしょ。ああ、ただそう見せかけた女の犯行かもしれん。石津、お前どこで殴られたんだ。3階の廊下です。気配を感じて振り返ったところをいきなり。じゃあ犯人はお前を八坂氏の部屋まで運んだってことか。やっぱり男ね。そうなると宇田川しかいない。動機はあるわけですね。しかしメジャーになるチャンスを前にしてそんなことを宇田川がするとは思えんな。美奈子さんはどうなるの。はあ、やっぱり石津が犯人の方がすっきりするな。そんな動機は何なんだ。言ってみろ。食い物の恨みか。お兄ちゃん、ホームズ、石津を見張っててくれよ。お兄ちゃんたら。ねえホームズ。妹の写真ばかりか。そういや俺晴美の写真なんか持ってたかな。なんだこれ。大変だ。ゆかりさん。なんてこと。兄が死ぬなんて。舞台の上では妹は兄と一緒に死ぬというのに私にはやっぱりできないわ。それでいいんです、ゆかりさん。兄が妹の死を望むもんですか。ありがとう片山さん。僕らと一緒にいましょう。どうしたんだホームズ。お前も晴美と同じで死体が好きなのか。この死体がどうかしたのか。何枚だ。してるようですね。
どうした、ハルミ。何考えてたんだ。美奈子さんのこと、お兄ちゃん、私許さない。犯人は必ず。その美奈子さんだが、ダメだったよ。どこにも見当たらない。宇田川さんは知らぬ存ぜぬさ。なあハルミ、お前、俺が死んだらどうする。何よいきなり。俺はたとえ自分が死んだって、お前に後追い自殺なんかしてほしくない。決まってるじゃない。お兄ちゃんが私の恋人なら話は別だけどね。恋人か。実はな、片山さん、死体がどこにあるか分かりましたよ。食べるか食べるかじゃない、喋るか食べるかどっちかにしろよ。本当なの石津さん。地下ですよ、地下。地下って、お前そんなものどこにも。ゆかりさんが教えてくれたんですが、この城には使われていない地下室があるんだそうです。死体はありそうにないわね。ああ、そうだな。どうしました、ハルミさん。そこに女の人が。おい、絵だよ。なんだ。しかし、どこかで見たことが。出たんだ。この人がさっき俺たちの部屋に。そして、壁の中に、ずーっと。それって幽霊ってこと？クリスティーヌのモデルです。この絵が誰かは知らないけど、昔この人のお兄さんが描かせたものらしいわ。綺麗な人だったのね。昨日パーティーの時、あなたは昔お芝居と同じことがこの城で起こったと。いいえ、あのお芝居はこの絵を見て思いついたんです。みんなをからかっただけですわ。そうですか。とにかくここには死体はないようだ。上に上がろう。少し疲れました。部屋に戻って休みたいんですが。ね、どうぞ。できれば他の人たちと一緒にいてください。わかりました。これで死体はどこにもないってことになりましたね。窓から海に投げ捨てたのかもしれん。そうなったらこの嵐だからな。どこに行ってたの、ホームズ。ん？ホームズが上だって。上は3階まで探したよ。死体の死の字もないさ。そうか、お前の芝居だ。私の芝居がどうかしたの。お前芝居でどこに逃げた。どこって、城壁の上によ。どうした、ハルミ。私一人で行くわ。そんな、ハルミさん。だってあのお芝居でも一人だったもん。気をつけろ、ハルミさん。大丈夫。何もないじゃない。あれだわ。ハルミ！ハルミさん！ハルミさんを離せ！そんな格好してたって分かってるぞ！お前は宇田川だ！お兄ちゃん！よかった！思い知ったか、宇田川！いや、違う。ゆかりさん！
しょう。犯人はこの私。お芝居の作者は確かにあなたですが、この事件の作者は別にいるはずです。そうですね、ゆかりさん。あなたが美奈子さんを殺せるわけがない。ましてや兄である八坂氏を殺すことなんてできないはずだ。なぜならあなたたちは、愛していたわ兄のことを。いえ、兄ではなく男として。そして八坂氏もまたあなたを愛していた。でも私は宇田川さんも愛してしまったの。兄はそのことを知っていたわ。だからあんなことを。美奈子さんを殺したのは兄です。やはりそうですか。私たちは仲のいい、良すぎる兄弟でした。でも両親が死んで兄は変わってしまいました。異常なほど私を愛するように。そんな時に宇田川さんと出会ったんです。そして夕べ兄と私は激しく言い争った。誰だって宇田川さんの立場なら契約するはずよ。でも彼は彼なりに苦しんでああして話をしたのに、兄は打ち壊したわ。だから私は兄に宇田川さんとの結婚を宣言したの。兄は殺してやる、みんな死ねばいい、そう言いながら出て行ってしまったんです。それは兄に何があったのかよくわからない。でも宇田川さんと一緒に兄を探していたら、石津に見られそうになったんですね。兄のあの様子では何か大変なことが起こりそうな気がして、その後キッチンに行ったら美奈子さんの死体のそばで兄が立ちすくんでいたの。ゆかり、お前は誰にも。もしこのことが知れたら宇田川さんの役者生命は終わってしまうわ。だから石津を犯人に仕立てようとしたり死体を隠したりしたんですね。ええ、でもそれももう終わり。私が死ねば何もかも終わりよ。ゆかりさん、やめるんだ。ゆかりさん、ゆかり、やめてくれ。僕を一人にするつもりかい。君に比べればメジャーになることなんてクソくらいさ。僕が必要なのは君だけだ。役者として成功したかったのも、そうすれば八坂さんも僕を認めてくれると思ったからなんだ。もういい、一緒に警察に行こう。僕が欲しいのは君だけなんだ。ホームズ、何か見えるの？ありがとう片山さん。また私の舞台見に来てくださいます？楽しみにしてます。また舞台に出してくださいね。ええ、喜んで。それじゃ片山、詳しい報告は本庁でな。な、はい。またじきに戻ってこれるさ、あの二人。あ、だけどお兄ちゃんは幽霊上司が宇田川さんじゃないってどうしてわかったの？いや、別に大したことじゃ。もったいつけないで教えてくださいよ。ねえ、教えてよ。実はな。鳥肌。バカ。そっか、お兄ちゃんと女の人と目が合うと。死んだ八坂さんといい、先輩といい。おい、どういう意味だそれは。いや、別に深い意味は。チッ、欲しけりゃ持ってけよ。うん。待ってよ。
何見てんの？いや、なんでもない。行こう。当分離れそうもないな、あの兄弟。